橋田ほのかです。松原りりあです。私たちは今東京ゼップダイバーシティにいます。ちょうど今ハロープロジェクト研修生発表会2024、3月、ミモザの東京公演の一部が終わったところなんですが、これから研修生ユニットのメンバーにインタビューをしてみたいと思います。じゃあゆりあ、ギャグいけ。ハートビーティング、イエイ。TBS ラジオプレゼンツ、ハロプロ研修生ユニット24、ただいま研修中、ミモザスペシャル。さあ始まりました、ただいま研修中。この番組は今年デビューが決まっている私たちハロプロ研修生ユニット24が様々な研修にチャレンジしていく番組です。今回は私橋田ほのかと松原りりあでお送りします。さあ今回はミモザスペシャルと題して、先日行われた研修生発表会2024、3月、ミモザ公演を振り返っていきます。この後の研修コーナーでは東京公演後の研修生ユニットメンバーの様子をたくさん紹介していくのですが、ほのほのはミモザ公演はどうでしたか？ミモザ公演は新しい研修生が9人お披露目になって、うん、こう9人で1曲パフォーマンスをしてっていうのをこう袖で見てて、はい、なんかすごいなんか自分が入った時のことを思い出したっていうか、うん、今回ゲストがビヨンズさん、うん、でその私が入った時もゲストがビヨンズさんで10人新人研修生がいてっていう感じだったので、うん、状況がすごい似てて、この新しく入った子たちと、うん、だからすごい自分が入った頃を思い出したなって思います、はい、それではハロプロ研修生ユニット24、ただいま研修中、今週もスタートです。 TBS ラジオプレゼンツ、ハロプロ研修生ユニット24、ただいま研修中。TBS ラジオプレゼンツ、ハロプロ研修生ユニット24、ただいま研修中。今週は私橋田ほのかと松原りりあでお送りしています。さあここからは研修の時間です。デビューに向けて様々な研修にチャレンジしていきます。今回挑戦するのは現場インタビューの研修です。今回はハロプロ研修生発表会ミモザの3月2日東京公演後の研修生ユニットメンバーにインタビューをしてきましたので、その模様をお届けしたいと思います。まずは私橋田ほのかが吉田ひのはちゃんと上村れなちゃんにインタビューを行いましたので、ぜひお聞きください。はい、ということで1公演目お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、今回はインタビューの研修なので、ちょっとひのはとれなにインタビューをしたいと思います。はい、ということでまず手応えはどうでしたか？手応え、でも私吉田的には結構、まあ、今まで練習してきた分を出せたんじゃないかなって思います。いいですね。れなは？はい、私上村も今回は研修生ユニットが新書になったので、すごいなんかたくさん先輩方の曲を披露させていただいて、すごいお客様盛り上がっていて、すごい楽しかったなって思います。なんかね、すごい白くてキラキラしたね、新しい衣装でみんな可愛いなって思うんですけど、今回の公演に向けて意識してきたこと何かありますか？意識してきたこと、なんだろうな。でも結構私はその毎公演、うん、発表会は結構表情を意識していて、なんか一曲ずつで結構雰囲気が違うじゃないですか、うんうん、だからそういうのでもしっかりと自分の中でこう印象を、なんかお客さんにも新しい印象を、そうですそうですそうです、を与えれたらいいなって思ってて、そのために結構表情を意識しながらやってます。じゃあレナはどうですか？はい、私上村も今回はモニターがあって、表情を気をつけたり、あとなんか立ったり、こう立ったまま待つ振り付けとかがあって、姿勢をこうまっすぐ、こういつでも見られてますっていうのを意識して頑張りました。そうだね、いつ抜かれてるかわからないからね、ちゃんと表情意識してきたなって思うんですけど、私橋田が一個ちょっとすっごい聞きたいことがあって、髪型ヒノハはハーフアップしてるじゃん、結構高めのね、でレナ
ツインテールしてると思うんだけど、そのどうしてその髪型にしたのかなっていうのすごい、あの違うよ、いじってるわけじゃないよ、違う、違う、可愛いと思う、すごい可愛いと思う、あの本当に、そう、本当にピョンピョン跳ねて可愛いなと思ったから、それがどうしてその髪型にしたのかなと思って。ちょっと待って、違うね、今までさなんかさ超曲げとかさ言われすぎててさ、犯人は村越ですね。そう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 、村越言われてたもんね。ピョンピョンしてて笑っちゃう。だってさ、あの集合場所に、なんかゲネプロやる前の集合場所に着いた瞬間に、うんうん、まず初めになんか侍じゃんみたいなこと言われて。でもあの上村はすみちゃんも。そう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 、で、はすみとコンビじゃんみたいな。コンビやばい。なんか侍コンビじゃんみたいな言われて、うんうん、おいになるよね。うんうん、で、あ、待って待って。自分も変わらないよっていうことをまあ話した記憶があって、うんうん、そこがまあ一応なんか記憶に残りすぎてて。髪型のことを触れられるとそれを思い出しちゃうっていう。え、でもさ、ひなは結構さ、髪型決めるときさ、うん、これでいいかなって言ってもうスパッとその髪型に決めたじゃん。うん、なんでその髪、もうその髪型したいって決まってた？あの、なんか YouTube を見てたときに、うんうん、なんかパイナップルヘアみたいなのがあって、はいはいはい、なんかショートだから、うん、そのあんまりできないじゃん、いろんなのが。それでなんかちょっと見てたときに、うん、なんかお団子できる、お団子なんかショートでもお団子できるみたいなのがあって、うんうんうん、それの途中経過の途中経過そうそうそう、途中経過のやつがすごい可愛いなって思って、これならできるんじゃないって思ってやろうと思ったんだけど、うん、なんかコテとか使えないの、うん、私だからちょっとうまくできなくて、うん、なんかへんてこなっちゃいました。あの研修生ユニットはコテを使えない人が多発してるんですよ。だからあのみんな頑張って練習してください。それはね、ちょっと無理かも。違う、最悪あのやってもらうっていう手もあるんですよ、私的には。ダメですよ、甘えちゃう。でも自分でやってください。あー、頑張ります。頑張ってください。はい、レナはなんでツインテールにしたの？はい、私、上村は、なんかいつも研修生発表会、ライブとか下ろしてる、うん、ことが多くて、今回はツインテールをしてみようかなって思ってしたんですけど、お母さんにやってもらって、来たんだけど、うん、あのリハーサルでもう取れちゃってもうぐちゃぐちゃになってしまって、でも私はツインテールを自分でできないので、うん、ほのほのにしてもらいました。パチパチ。だから2人とも自分でできるようになってもらっていい？じゃあこれ村越あらちゃんもそうなんですけど、すぐ私のとこに来るんですよ。はすみもポニーテールやってってくるし、あらちゃん巻いてってくるし、みんな髪が自分でできないの。それはもうできるようになってください。いやでもお姉さんがいるからね。そう、経営にお姉さんが言えばいいっていうことじゃない。ダメだよ、成長してください、ちゃんと。いや、専属なんだ。そう、専属。でもさ、2人とも髪短いからね、アレンジしたらめっちゃ可愛くなりそうだなって思います。ありがとうございます。ぜひいっぱいチャレンジしてください、はい、ということでインタビューは以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで一つ目のインタビューを聞いていただいたんですけど、どうですか、ゆりや。え、なんかその火の葉最初見た時にすごい、うん、あの踊ってる時とかぴょん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 してたよね。そうなの、そうなの。もうめっちゃ可愛くて、そうだからすっごい気になって、そのパイナップルヘアが、うん、まさかの途中経過だったんだけどお団子の途中経過ではあったんだけど、うんうん、なんかさ2人ともすごい髪型が似合ってたから、うんうん、ちょっとずっと聞きたかったから聞いてみました。でもちょっと難しかったな、インタビューが。なんかさ、次の質問にうん、いつ行ったらいいのかわからないっていうかさ。あ、なるほど。そう、だからちょっと難しかったなって思います、うん、じゃあ次のインタビュー行きましょう。はい、続いて松原ゆりやが小野田かりんちゃんと村越彩奈ちゃんにインタビューを行いましたのでお聞きください。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、あのお二人は手応えはいかがでしたか？はい、はい、私は今日、今さっきね、研修生発表会の1公演目が終わったんですけど、今回は新しい新人研修生の子も入って、ビヨンズさんもゲストとして出演してくださったんですけど、こうなんか1曲目からお客さんの声援がすごくて、こう2曲目3曲目とか研修生ユニット24だけでパフォーマンスさせていただいた曲もあるんですけど、その曲でもこうお客さんの声援がすごくて、すごい楽しい研修生発表会だなって思いました。はい、カリンはいかがですか？はい、私はやっぱりなんか3ヶ月に1回しかないじゃん、発表会って。だからなんか発表会でしか感じられない楽しさとか、なんかワクワク感が感じられたので、うん、よかったです。はい、今回の公演に向けて意識
してきたこととかありますか？意識してきたことはですね、今回私新人研修生の MC の司会を務めさせていただいたんですけど、あの本当に緊張して、あの初めてのお披露目の場じゃん。だからそのなんか、そう、あそこで初めて出たから、やばい、ちゃんとしっかりしなきゃって思ったんですよ今回はいつも以上にしっかりしてやんないとダメだなと思って、すごく緊張したんですけど、こう結構こう本番始まる前にしっかり自分で確認して、こうみんなのこういいところを引っ張り出せるように頑張ろうっていうところを意識しました。いいですねありがとうございますはい、カリンはいかがですか？はい、私は意識したことは、あの今回の発表会は、うん、あのハロプロ研修生ユニット24は最大で5曲連続で踊る場所があったので、ね、うん、1回も吐けれないし休憩もできないから、うん、なんか体力つけてこうちゃんとどの曲も全力でできるように意識して準備してきました。え、逆にさ、なんかユリアは意識したことあるの？曲でその歌う時に、うん、その顔が暗くなったりとか、今回モニターもあるからね、はい、あの明るい曲なのに、うん、なんか顔が暗くなってしまうこととかあって、うん、あのそれをなんか意識して練習して、うん、その鏡で笑顔を作れるように頑張りました。表情が大切だよね。はい、私があの聞きたいことがあるんですけど、うん、新しくハロプロ研修生に入ってきた子たちの中で、うんね、その気になっていることかいますか？気になってる子みんなさ、ちっちゃいし、そう、そう、かわいいって感じなんですけど、私はあの服部ルアちゃん、小学5年生、はい、小学生、そう、小学5年生で、もう私入ってきたのが小学6年生なんですけど、それよりやっぱちっちゃいじゃないですか。けどパフォーマンスを見た時にもうしっかりみんな踊れてるし歌えてるしみたいな。で MC の時に服部ルアちゃんが自己紹介してたんですけど、声が可愛すぎて本当に超可愛いってなって、なんかお母さんみたいなお母さんみたいな感じになっちゃっただからちょっとルアちゃん気になるなって思います。私は宮越千代ちゃん言ってるよね、大好きで、うん、なんか勝手に一方通行の愛なんだけどなんかレッスンシューズ、千尋ちゃんが履いてるレッスンシューズが、うん、かりんが普段外に履いてる靴でなんかお揃いだったから運命感じちゃってもう大好き。でもみんな大好き、みんな可愛いよね超可愛い、ありがとうございましたはい、ということで2つ目のインタビュー聞いてもらったんですけど、はい、なんかすごいもうあやねちゃんがわちゃわちゃしてたね、うん、どうだった？なんかインタビューの仕方があんまりよくわからなくて、うんうん、すごい最初そわそわしてました。え、でもさ、すっごいさ、スパンスパンスパンってどんどん次に行ったよね、うん、ユリアのインタビュー。そうそう、めっちゃ聞きやすかった。なんか私橋田は直接あの聞いてたんですよ、このインタビューを、うん、もう面白すぎてなんかもうユリアのそのリアクションの仕方とかがもうすっごい面白くてなんかユリアらしくていいなって思いました。いやでもほのほのめっちゃ甘いからちょっと、いや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 、頑張ります、私も頑張りますでもなんか結構いろいろさ聞き出せたよね。うん、じゃあ最後ね、まだ残ってます、上村はすみちゃんが、はい、最後は私橋田とユリアの2人で上村はすみちゃんにインタビューをしましたのでお聞きください。はい、ということで研修発表会お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということではすみ、手応えはどうでした？ありです。ありお、ありありですよ。ありありなんだ。やっぱりお客さんいっぱいいて、うん、もう2階席のもうペンライトが見えてるの、ね、すごかった、すごくて、でなんかもうおいおい、もうめっちゃやってたし、あと46億年ラブをハロプロ研修生で披露させていただいたんですけど、その時の一列でチュルチュルチュっていう振りがあるんですけど、その時私一番前なんですけど、うん、もうお客さんがめっちゃ見えて一緒におい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 ってやってましたすごいなんかお客さんの熱量がねすごかったよね。めっちゃすごかった。あの今回の公演に向けて意識してきたこと、はい、何かありますか？私あります、はい、2個2個1個目はまず腹筋を頑張って、お、でもあのご飯いっぱいもりもり食べちゃって、プラマイゼロになってる大丈夫割れなかったんだけどお腹はだけどちゃんと寝る前に 2,30 回ぐらいやったのと、あとはね表情、うん、もうこれはもう私の苦手分野なんだけど、うん、鏡を用意して、うん、
そのお母さんと鏡とこう見比べて、お母さんちょっと待って鏡を見てこうやって笑顔の練習するじゃん。そしたらお母さんがダメ、口角上がってない、もっともっとみたいな、めっちゃ指摘しね。そう、でも本番はちゃんと口角意識しましたよ。お、いいですね。あのちなみに腹筋できるって言うとあの罰ゲームになる可能性があるんですけど、大丈夫ですか？それはやばい。やばいよね。でもあの一人でできるよ、この起き上がり。あ、今聞きました。一人でって言ったから罰ゲームじゃなくて、もう、ね、待って、そういうコーナーを作ろうじゃん。ハサミが腹筋するコーナー。牛乳飲みながら。そうそうそう。そう、見守ってるから私は。橋田見守り、上村腹筋って。え、違う。あの、腹筋、本物は腹筋して、一回起き上がったら、プロ野球カード。ダメなの、ダメなの、ダメなの。もう、ご褒美があっても、もう、腹筋はもう、無理なの。なんで？三日坊主の人だから。もう無理なの、腹筋は諦めてるの。まあ、続けられないわけじゃないんだけど、無理っていう結果になったから、ハサミ一人で頑張って。はい、次。じゃあ、ちょっと私、橋田が、ちょっと個人的に聞きたいことがあるんですけど、今回の発表会のセットリストで、一番お気に入りの曲とか、披露してて、すごい印象に残ってる曲、何かありますか？はい、はい、あります。私は、あの、ハロプロ研修生イット24でやった、ムラサギスカーレットなんですけど、もう、あれは、私の、何、歌いやすい音程、うんうん、っていうのがあって、そこにちょうどぴったりで、うん、超歌いやすい、なんて言うんだろう、めっちゃ歌ってて楽しい曲な、うん、だから踊ってても楽しいし、なんかみんなで一つになれる曲だなって思いました。すごい、なんかさ一列になってさ、うん、V になる時にさ、え、そう V になってさ、こう映像とか見た時にさ、遊び気持ちよさそうにさ一人ですっごい踊っててさそう、嘘でしょ、メガセンターだと思ってめっちゃかっこよかった。ありがとう。そう、その髪型もね曲に合っててよかったよ。でしょでしょって、頭向けてんの。でもめっちゃかっこよかった。ありがとうって思います。やった。ユリアはどうですか？はい、私は桜満開という曲なんですけど、うん、手に布桜をつけて踊るんですけど、なんかそれが本当になんか桜みたいな感じで踊っててすごい楽しいっていうか、なんかお客さんもそのおいおいみたいな、そういう声援とかもすごくて楽しかったです。なんかさ結構珍しいさ曲調じゃん、桜満開って。曲調とかさ結構音程も低いしさ、あの本当はあれセンス持ってるんだよね。そう、めっちゃさ、なんかあんまりない振り付けだったりするからね、なんかまた一つ勉強になってそうでいいなって思って見てました。私あのキラキラをつけてて、うん、こういう最後のさファーっていうポーズがあるんやけど、うん、そこでも桜ファーンっていう感じで、あ、私めっちゃ好き。見えた桜。そう、あっこのポーズめっちゃ大好きやん。あ、なんか結構みんな抜かれてる時にさ、あの布がいい感じに映ってて、うん、曲の雰囲気が出てていいなって思いました、はい、ということでインタビューは以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで最後のインタビュー聞いたんですけど、はい、あのあれだね、二人ともさ聞くとさ絶対言い切るじゃん。ありありのありね、2つありますとかさ、うん、言い切ってくれるからさすごい話が聞きやすかったなって思ったんですけど、はい、ユリアはどうでした？あの私はその今回発表会で、うん、そのいろんな曲調っていうか、うんうん、なんか元気っていう曲もあればなんかおとなしい大人っぽいっていう曲もなんか披露できて、うんうんうん、なんかそのこれからハロプロ研修生にと24としてなんかもっといろいろ吸収できたらいいなって思います。あとあのここだけの話ちょっとあのね、上村はすみちゃん の, あの お団子の髪型あるじゃん、うんうん、あれあのお団子の先まで神経通ってるらしいから気をつけた方がいいよ。もうちょっと触るとにらまれるから気をつけた方がいいよ。はい、ということで今回は現場インタビューの研修をお送りしました。この後はエンディングです。 TBS ラジオプレゼンツハロプロ研修生ユニット24、ただいま研修中。 TBS ラジオプレゼンツハロプロ研修生ユニット24、ただいま研修中。橋田ほのかと松原りりあでお送りしてきましたがエンディングです。はい、ということで今回はミモザスペシャルということで、はい、あの公演中にインタビューをねみんなにしたんですけど、うん、どうでしたか？いや、あの本当にもうインタビューっていうなんかインタビューの仕方が本当に分からなくて、うんうんうん、でも
そのほのほのがなんか一生懸命やってるのを見てなんか元気をもらったので本当ですか？よかった、はい、頑張りたいですね。インタビューね、はい、なんかさ普段こうメンバーにあんまりさ、うん、聞くことってないじゃん、はい、意気込みあるって聞かないじゃん、うん、だからさなんか改めてみんなのその公演へのさその挑み方みたいのが知れてすごい楽しかったなっていう風に思うんですけど、うん、あの次はひなフェスがあるということでどうですかそこへの意気込み。なんだろう、ひなフェスって3月30日と31日に開催されるんですけど、うん、多分そこで私は高校1年生最後なので。そっか、みんなそうだね。あーすごい、ちょっとドキドキですね。そっか、はい、そうだね、私はしだもう卒業したからその感覚がなかった。そっか、そうだね、みんな最後なのか、うん、4月から学年上がるもんね、はい、確かに。じゃあそれを私は笑顔で見届けたいでもね、先輩方に負けないように私たちも精一杯頑張りたいと思います、うん、ここで私たちからお知らせです。ハロープロジェクトストリームオンラインストアにて3月2日土曜日に行われたハロープロジェクト研修生発表会2024 3月ミモザの配信が決定しました。視聴チケットの販売期間は3月4日月曜日17時から3月24日日曜日21時まで、視聴期間は3月15日金曜日12時から3月24日日曜日24時までです。たくさん見てください。 NIG フェス2024にハロプロ研修生ユニット24、そしてお茶の間さんが出演します。3月28日木曜日、東京ドームシティホールで行われます。カーボンニュートラルを考える2024 by 里山里海ムーブメントの開催が決定しました。3月30日土曜日、31日日曜日、幕張メッセ国際展示場で行われます。ぜひお越しください。ハロープロジェクトひなフェス2024の開催が決定しました。3月30日土曜日、31日日曜日、千葉県幕張メッセ国際展示場9ホールで行われます。ぜひお越しください。さあ、まもなくお別れのお時間です。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。メッセージはメールで ks23@tbs.co.jp まで、アルファベットの小文字で KS に数字の23です。メッセージテーマはただいま研修中の公式 X で発表します。それではまた来週火曜日の夕方5時頃にお会いしましょう。ここまでのお相手はハロプロ研修生ユニット24の橋田穂乃香と松原りりあでした。バイバイ。